おはようございます。まずはじめに山口市総合防災情報システムおよび山口市防災ポータルの運用開始について申し上げます。本市では本年5月14日から山口市総合防災情報システムの運用を開始いたしました。このシステムは市民の皆様の生命と財産を守るため、災害時における災害対応の迅速化効率化を目的に市職員が使用するシステムでございます。年度当初から運用開始までに災害業務に従事する職員の操作研修を重ねてきたところであり、先週金曜日には山口市防災頭上訓練を実施いたし、システムを用いた災害対応業務の流れを確認をいたしたところでございます。システムの導入前は、ファックスでの被害情報等の収集、複数サイトでの気象情報等の監視、手入力での時系列一覧表作成による情報共有を行っておりましたが、このシステムを導入することにより、情報収集、情報共有、意思決定、指示や対応、情報配信に至るまで、一元的に管理することが可能となり、本市の災害対応がより迅速かつ効率的になるものと考えております。機能の概要につきましてはお配りしている資料にてご確認をいただけたらと思います。併せまして、市民向け防災情報サイト山口市防災ポータルを新設いたし、同じく5月14日から運用を開始いたしております。山口市防災ポータルでは、各種ハザードマップや防災情報など、日頃から確認しておくべき情報を掲載いたしております。また、災害時には、気象警報や地震情報のほか、先ほどご紹介いたしました山口市総合防災情報システムと連携し、本市が発令する高齢者等避難などの避難情報や避難所の開設情報など、適切な避難行動につながる情報をタイムリーに掲載をいたします。山口市防災ポータルはパソコンだけでなくスマートフォンにも対応いたしております。天気予報も掲載いたしておりますので、ぜひお気軽にご活用いただければと思っております。災害はいつどこで起こるかは分かりません。本市では避難指示や避難所開設などの防災情報につきましては、防災メールや防災行政無線などの複数の手段を用いて伝達することといたしておりますが、市民の皆様におかれましては、山口市の防災情報を取得する手段の一つに防災ポータルを加えていただき、災害時のみならず日頃からご活用いただくことで、災害に備えていただければと考えております。本市といたしましては、今後も災害対策の強化を図りまして、市民の皆様の安全安心な暮らしの確保に努めてまいります。山口市総合防災情報システムおよび山口市防災ポータルの運用開始については以上でございます。次に史跡周防の受選し跡における新たな選集、不受信宝の発見について申し上げます。本市では平安時代の戦火中将所の跡であります、史跡周防の受選し跡において、平成29年度から山口大学と連携して発掘調査を実施いたしております。こうした中、可燃度調査採取いたしました土の推薦選別作業により、新たな選手、不受信宝を発見いたしましたので、ご報告をさせていただきます。モニターに映しておりますのが、今回発見された戦果でございます。現物はこちら、モニターの脇にございますので、会見後にご覧いただければと思っております。不受信宝は平安時代の弘仁9年818年から昭和元年
834年にかけて生産された銑貨でございます。本資料は表面に錆がついておりますが、完全な形で直径約23ミリ、重量は約 1.7グラムでございます。平成30年度に実施いたしました第4次調査の際に、銑貨生産工房と考えられる大型建物の東側に存在する溝状遺構から金属片や木管片等の微細な遺物を取り上げるため、土を採取いたしております。位置はモニターをご覧ください。その後、採取した土を持ち帰りまして、土の水洗選別作業を続けておりましたところ、附樹新報1点を令和5年10月に発見をいたしたところでございます。発見後は実体顕微鏡やX線 CT 撮影などによる基礎的な調査を行った後、令和6年2月に専門家による調査を実施いたしました。その結果、今回発見された附樹新報は周防の樹泉市で生産された未使用の完成品である可能性が高いとの所見が得られたものでございます。その根拠は2点あるとのことでございます。1点目といたしましては、銑貨の外側にあるリング状の部分の側面を輪側と申しますが、輪側が平坦で角が立つとともに摩耗がないことから、研磨仕上げを行った完成品でかつ未使用の状態と考えられることが挙げられております。2点目といたしましては、状況証拠的な周防の樹泉市よりも前に創業していた長門樹泉市で生産された附樹新報が周防樹泉市に持ち込まれたとは考えにくく、周防の樹泉市で鋳造した完成品が見つかったと考える方が自然であることが挙げられております。次に、今回の発見の意義でございますが、モニターをご覧いただきたいと思います。周防の樹泉市では、文献資料により、奈良時代から平安時代に生産された高長12銑のうち、附樹新報から権現大宝まで8種類の銑貨を生産していたことが分かっておりまして、これまで史跡指定地の発掘調査において、上和商法、長年大法、妙薬新法の3種類の遺存樹泉を発見いたしております。周防の樹泉市は、文献資料から天長2年、825年からに設置をされたことが分かっておりますが、附樹新法の発見により、史跡指定地のほぼ同一地点において、最長で天長2年825年から妙薬新報の生産の周期である上巌12年870年までの45年間に銑貨生産が行われていたことを考古資料で明らかにすることができました。このことが今回の発見の意義でございます。今回新たに発見いたしました附樹新報につきましては、広く皆様に実物をご覧いただきますよう、5月28日火曜日から9月1日日曜日までの期間、修善寺郷土館におきまして特別公開をいたします。ぜひ多くの皆様にお越しいただき、1200年前となる平安時代の息吹を感じていただければと思っております。今後につきましては、引き続き山口大学と連携いたし、史跡周防の樹泉市跡やその関連遺跡において発掘調査等を継続いたしまして、古代日本の銑貨生産を支えた周防の樹泉市の実態をさらに解明してまいりたいと考えております。史跡周防の樹泉市跡における新たな選手附樹新報の発見については以上でございます。次に、移動しております山口21元気ミーティングについて申し上げます。私が地域へ出向きまして、地域の皆様と直接
市政や地域づくりについて語り合い、本市のまちづくりの方向性の共有と、市内21地域における共同による個性と安心の地域づくりの実現、そして地域の皆様の声を市政運営に反映していくことを目的といたしまして、移動市長室を開催いたします。開催期間は7月2日の阿東地域を皮切りに11月までの約5ヶ月間を予定いたしております。今回の山口21元気ミーティングでは、市政報告といたしまして、令和6年度予算ずっと安心元気山口予算の主要事業と各地域に関連した事業につきましてご説明をさせていただきます。また昨年度の移動市長室で議題となりました案件の対応状況についてのご報告、そしてまちづくりや地域づくり、地域の身近な生活課題等の中から優先的に取り組む課題等についての懇談を予定いたしております。参加者につきましては、地域の優先課題につきまして議論を重ね、課題の共有解決につなげていくため、地域のさまざまな意見や課題を集約されております地域づくり協議会等の役員等の皆様といたしたところでございます。市内21の各地域におかれましては、地域づくり協議会等を中心に地域づくり交付金などを活用され、住みよい地域づくりに向け地域課題の解決などにご尽力をいただいておりますことから、各地域づくり協議会の皆様と私が直接語り合うことができます。この機会を通じまして、市政に対する忌憚のないご意見やご提案をお伺いし、また個性ある21の地域づくりにつきましても地域の皆様としっかり共有し、今後の市政運営に生かしてまいりたいと考えております。移動市長室山口21元気ミーティングについては以上でございます。次に、ニューヨーク市マンハッタンジャパンパレード&ストリートフェア2024への参加による海外現地プロモーションの実施報告について申し上げます。現地時間の本年5月11日午後からニューヨーク市マンハッタンで開催されましたジャパンパレード&ストリートフェア2024に、私を含め本市から総勢19名で参加し、現地プロモーションを実施してまいったところでございます。当日は前日までの雨模様の天候から一転、雲一つない晴天に恵まれまして、主催者発表によりますと、パレードには本市を含め99団体約2500名が参加され、沿道では約5万人もの多くの人で賑わったところでございます。開会式では第1回開催から通じて日本の自治体としては本市が初めての参加ということで、在ニューヨーク日本国総領事館からのご配慮もございまして、私が本市の訪問団を代表しましてご挨拶をさせていく機会をいただきまして、スピーチをさせていただいたところでございます。本年は日米観光交流年を開始する節目の年としての位置づけのもと、コロナ禍で落ち込んだ相互観光往来の回復拡大に向けた PR の場としても企画をされておりまして、パレードではスターウォーズや鬼滅の刃など有名なキャラクターを用いたフロート、いわゆる出汁が披露されておりました。そのような中、本市のフロートでは紅提灯の飾り付けに加え、お囃子の音色が日本の伝統の祭りの情景を彷彿させる山口祇園祭林保存会の皆様による大変素晴らしい生演奏をご披露いただいたところでございます。フロートに同乗しておりました私も、沿道の皆様がパレードの最初から最後まで声援を送っていただく光景を目の当たりにしまして感動いたしたところでございまして、西の京と呼ばれる歴史と伝統文化を有する山口の魅力を多くのニューヨーク市民に伝えるとともに、さまざまなメディアやインフルエンサーの皆様に取り上げていただいたところでございます。さらにパレードのストリート沿道などを走行する LED 車における本市の PR 広告や、沿道に設置されたバリケードへバナー広告を掲示するなど、
パレード会場のさまざまな場面で本市のプロモーションを目にする機会を設けましてアピールをいたしたところでもございます。またパレード会場そばで開催されました日本の食や体験、観光情報を発信するストリートフェアでは本市テントブースを設置をいたしまして本市の観光スポットの紹介をはじめニューヨークタイムズ紙で高く評価をいただいた人の温かみ、おもてなしの魅力を表現するため来場者との交流を意識いたしまして簡単な英語で話し声をおかけしながら山口祇園祭り振興会からご提供いただきました手ぬぐいを鉢巻きとして頭に巻いてあげるなどノベルティ配布を行いまして一緒に写真を撮らせていただきながら対面交流を大切にしてまいったところでございます。こうした交流を通じまして観光客が多く押し寄せ集中する都市部などの観光地とは一味違った地方都市だからこそ重視したい人と人との触れ合いに加え歴史と文化に彩られた自然豊かな居心地の良い街並みなどの魅力の発信に努めたところでもございます。実際にテントブースを訪れた方々からは山口市を初めて知って行ってみたいと思った、ニューヨークタイムズ紙の発表で山口市は知っていたがぜひ訪れてみたい候補市の一つになったなどの大変嬉しいありがたい声をたくさんいただきましてニューヨークタイムズ紙の発表にて光を当てていただいた本市の魅力、さらには訪れるべき日本の地方都市の価値を広く国内外に発信することができた機会になったものと受け止めているところでございます。またジャパンパレードの前日にはニューヨークタイムズ本社の訪問させていただきまして観光専門の編集者の方々と面会をいたしまして社内でも大変厳しい競争の中から52の都市を選んでいる現場の声を直接お伺いしたところでもございます。私からこれからも日本の地方都市中小都市への眼差しを持ち続けてほしいそんな気持ちをお伝えしたところでございます。このようなこの度のジャパンパレード&ストリートフェア2024への参加並びに関係機関への訪問にあたりましては現地での事前準備や関係者との調整など一般財団法人自治体国際化協会通称クレアニューヨーク事務所やニューヨーク山内県人会の皆様をはじめさまざまな関係団体の皆様の多大なるご理解とお力添えをいただきましたこと、そしてこの度の PR にあたりましては本市に伝わる祭事を継承してこられました山内祇園林保存会並びに山内祇園祭り振興会の皆様をはじめとする本市のまちづくりや歴史文化の魅力を長きにわたり引き継いでこられました関係者の皆様の多大なるご理解とお力添えの賜物がこうした形で世界を舞台に発信できたものと認識をいたしておりましてこの場をお借りして心より感謝を申し上げたいと思います。改めまして今後もこの度のニューヨークタイムズ紙の発表一つの契機と捉えまして今回のジャパンパレード参加により本市に注がれるさらなる期待感を街づくりの原動力にしっかりとつなげてまいりますとともにクレイグ・モドさんも言われておりました山口市民の優しさ地方都市としての魅力も含めた本市の個性とおもてなしの質をさらに高めてまいりたいと考えているところでございます。さらに来年は大阪・関西万博が開幕し2026年には大型観光キャンペーンデスティネーションキャンペーンの山口県開催が決定をいたしております。ますます本市に関心が高まる機会が増える中この度得られました関係性なども活用しながら国内外の皆様に持続的に本市並びに山口県を訪れていただきますようしっかりとプロモーションや受け皿の環境づくりを行ってまいりたいと考えております。ニューヨーク市マンハッタンジャパンパレード&ストリートフェア2024への参加による海外現地プロモーションの実施報告については以上でございます。本日の私からの発表は以上で終わらせていただきます。